はい、皆さんこんにちは。あ、今楽します。五香牧場の動画見ていただけましたでしょうか。変化か。かしこまりする。そうだね。仕事とか出ちゃうよ。はい、皆さんこんにちは。先週の五香牧場の動画見ていただけましたか。今日は道志の森に来ています。先週からちょっとキャンプ三昧になっちゃってるんですけど、今日もですね、いい動画作りたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。で、でって言っちゃったここはね、ちょっとカットしてもらいたいしない、いや、してよぜひチャンネル登録していただけると喜びます。ぜひ皆さんお願いします。それではケアノエ家族始めます。始めます。なんで硬くなったの？見て。あ、置いた。それ使えばいい。うん。これだってほら、こうすんじゃん。めっちゃ楽よ。楽だ。ちょっとやってみ。え、全然できないけど。え？全然できないけど。え、才能がないんじゃない？え、全然できない。どういうこと？これに挟むんだよ。その水。いや、超難しいね。そうだね。いや、難しい。技術がないの。こんな硬いこれ。それはあれでしょ、錆びちゃってんじゃないの。あ、そうだ。556やろうと思ってたんだ。これはすごいな。これが、これ使えます。それを使うとかじゃなくてさ、うん、みんな錆びてないと思うよ。これ使います。錆びてない。錆びてない。そう、アドバイス的なこと言って。うちでも錆びてはないんだよ。なんなの？わかんない。でもさ、木がさ、多分濡れてさ、うん、あ、でも濡れて錆びちゃったのかな。そうだね。だから556なんじゃない？うん、そう、ここにやろうかなと思ってた。錆びちゃってると思ったからじゃない？うん。錆びちゃってんじゃん。まあ錆びちゃって。美味しそうじゃん。水地場？合ってる？水場？うん。遠いからさ、うん、できるだけ汚したくないっていう願望が強い。そうだね。ちょっと今回水地場が遠い。うん。まあトイレも遠いけど。私の願望を打ち砕くほどのチーズ。いただきます。
いただきます。うん、クリスピー、美味しい。ロピアでこんなにいいのやつ、安い。やっぱりこの時期になるとさ、皮入る人が多いんだね。もう入ってるね。海パン入ってる。私も入りたかったな、足だけ。あ、足だけね。だからタオル持ってった。うん、めっちゃ涼しいわ。うん、木に囲まれてるからね、いいよね。今真夏？まあでも真夏じゃないもん。真夏でこれだったらよくない？うん、いいと思う。涼しいからね、過ごしやすいよね。だって五香牧場と変わんないですよ。五香牧場の方が寒くなかった？夜じゃん。冬だけだって寒かった。あ、でも秋はね、昼間ダウン着てた。うん、歯が痛い。虫歯なんだろう。吐いちゃいけや。まさかマルゲリータ食べれないみたいな。食べる。ちょっと硬いな。なんかさ、なんだかんだ言って同じチーズとマルゲリータ同じじゃない？確かに。まあトマトが乗っかってるぐらい、トマトソースが。次からはさ、これ一枚にして。うん。一枚十分だ。やっぱり道志の森は早く来ないと無理だね。あ、でも早く来ない方がいいじゃん。早く来るか、早く来てラッキーパンチで一発当てるか、もしくはあ、やってなんだっけ、撤収後、撤収後狙うからね。でも10時11時過ぎる方が私いい気がする。あ、来だすよね。うんうん、いい場所がね。うん、前日の人たちとか帰るじゃん。うん、前日の人たちはさ、平日だからさ、いいとこ取れてるじゃん。うん、で それに対してそこが空くからさ。そうだよね。そういうのを狙うのが一番いいね。一番いいね。でもちゃんとあれなんだよね、あのどこで撮影されてるか分かってるから移動してない。一発でさ、うん、1人1500円。そうだね。めっちゃ好きなの。あとね、あれね、トイレットペーパー、マジで。あ、トイレットペーパー、そうだね。ここないもんね。もうびっくりしちゃったよ。トイレットペーパーは持参するか、うん、受付で買ってください。50円で売ってました。すごい怖いね、言い方。もうちょっと優しく言えないで。じゃあ次はマルゲリータいただきます。うん、ぬりぬりな。まあ、いつものこと。今塗ってねえよ。いつもビート刻んじゃってるからね。あれでしょ、貧乏ゆすりでしょ。なんでノアの方に煙が行くんだ。煙にも愛されるよ。あ、そっか、もう一枚あった、うん、もう終わった感を醸し出してきて、そういう食えよ、この食って、超でかいんだよ。でかい？ちっちゃくな？今日これにこれ入れたんだよ、そういや。ああ。それいいね。めっちゃいい。超いっぱい入る。
冷たいすごい綺麗じゃん。なの冷たいね。もう冷たいね。すごくない？飲んでんの？飲んでる。美味しい。涼しいんだねここ、うん。俺は直接飲むよって。エルはガンガン行くね。やっぱり光が当たってるとすごい綺麗だ、ね、うん。しかも今日天気がいいからよかったね。あ、スイカとかジュース冷やしてる。ほんとだ。雨の予報だったもんね。うん、最高の日和になっちゃったね。うん、いいじゃん、うん、なっちゃったじゃなくてなってよかった、まあ、なってよかった。このエール気持ちいいね。寝てるから。なおも気持ちよさそう。この扇風機2台のおかげで。すごい、なんか格好だけはさ、うん、超一人前みたいな 顔してやってっけど。いやそうだよ、フェザースティック職人でさ、うん、あのこっからだとさ、うん、老眼でさ、うん、気づかなかったけどさ、近くに寄るとさ落ちてるでしょ。びっくりするぐらい下手くそえっていうそれ何ですか。これが一流のフェザースティック。きたね。なんだそれ。きたな。きたな。あとはバーナーでやるからいいから。おおてめえ。え、マジで終わり？そうだよ。あとはバーナーだから。ほんとクソみたいなキャンパーだ。珍しいね、こんな時間に夕食食ってない。なぜならですよそれはなぜならっていう。なんでこれは先に失敗した。なんかショックすぎて、なんかどうしていいか分からない。超いいやつ全然取れてないんだ。いやー、あの動画撮ってきたかったね。ねえ、うん、まあ、撮っておきたかったとか撮ってあるけどね、それが保存されないからね。今日は散々すぎない？ね、なんだろうね。動画が一番痛いな。最悪っす。フンチの袋が落とした。ご飯をね買いに行ったら、まあ、マジもね
もう消えてるしね。しかもあれだよ、ご飯も買わせてもらったのに、うん、鍋に入らない。大きさが今回は最悪だ。もう私こっから落ちたら拾わなくていいから。ああそうだよ、灰がねすごい飛んじゃうから。せめてね失敗だらけだからね、焚き火ぐらいは最後まで終わらせないと、ね、そうよ。これここからは意地との戦い。これ吹き続けた方がいいもんね。吹き続けた方がいいもん。このさ先っぽとか溶けてなくなるとかない？ない。それはね絶対にない。ちょっと一旦休憩しよう。はい。焚き火を忘れといて。うん。何かしら成功して帰る。そうだね。なんだっけ？タコライス。タコライスです。結局、レンジでご飯のチンじゃない、お湯で湯煎でやりました。サイダーサワー飲みます。え、ほろ酔いのって言わなきゃダメじゃない？ほろ酔いのサイダーサワー飲みます。いただきます。いただきます。でも美味しそうじゃん。もう8時じゃね。夕飯でも家でも遅いっすよ。うまい。嘘。うまい。タバスコも入れてくれたの？入れてないよ。入れてないよ。でも美味しいな。本当？うん。辛くはないけど、なんかタバスコっぽい酸っぱい味だ。どうしよう、それ傷んでるんだったら。うん、本当だね。にわにわしてない？タコライス初めて食べた。うん、ご飯があってさ。本当だね。うん、俺結構さ、こういう料理あんま好きじゃないけどさ、意外に食べてみると美味しいもんだね。うん、でも食わず嫌いって。うん、だってさ、ご飯にさ、レタスが入ってるとか、トマト入ってるとか、ご飯を炊くのがもう恐怖で仕方がなくなって、もう受付の人がいい人でよかった。うん、だって6時まで、うん、6時までなのに電気がついてたら、あの。までいいよって言って、電気がついてるまで、私がいるまでって、そう、そうって言って、うん、え、じゃあすぐお財布持ってくるからちょっとだけ待っててって言ったの、うん、言ったら夜間料取るからねって。ご飯食べたい苦労をいっぱいして、うん、カップラーメン最初買おうと思ったんだよね、うん、で、カップラーメン買うのに理由を言ってね、あの失敗し、ご飯炊くの失敗しちゃったのって言ったら、え、そしたら白くおかずもあるのって言われて、うん、あるって言ったらね、うん、100万買えばって言われてね、うん、カップラーメン2つで400円なのに、1枚2つで300円、うん、値引きみたいな。相手まで明かりに集まるのか。はい、これ食べます。あんこ餅食べます。気がつかない
待つ意味あるそうだね、まあ、料理とかするんだったらね、できるけどね焚き火っていう感じじゃないよね、うん、煙と灰だけは一丁前に出るけど、うん、お前も大丈夫これの膨らみを待ちたまえうんあんころ餅あんころ餅だったよね美味しそう見てあ、膨らんできたすごいねえ、これ膨らまないのかな膨らまないのかなないでしょ全部膨らむ火加減が違うだけだ見てわかるうん、膨らんできたどうしようこれ真っ黒焦げだったラーメンねそういうのあるからね今日失敗ばっかりだから今日私だけじゃなくな私1個だけだよご飯でしょ、うん、あんた薪もそうだし、うん、あの袋だって落としたそうだねノアテールのうんち袋ね今日あんたしあんたが失敗できたあんころ餅食べますいるあ、もうくっついちゃったな うまい散歩行って帰ろじゃあノア、エル散歩して帰るよ散歩して帰るよ